もう童話とかなんかやったらお前童話とかどうのこと言うだろお前お部落とか言わへんだか俺は言うてないですよ言うとるやろお前今さらなおい、はい、今そういうふうな話になっとっての、はい、そんなお前逃げんなおさんに言うてのすれ違いどうのこと言うてやねんお前差別すんのかおら差別すんのかおら誰に言うとんのじゃんこれどうやってどういうことやこれどうやって誰に言うとんのじゃんって聞いとんじゃんこれどういうことや差別しとんないどうやって誰に言うとんのじゃんどうやって誰に言うとんのじゃんおい俺も童話の人間やけどあきっちり聞いたらどうやって誰に言うとんのじゃんうちのおじさんに言うとお前どういうことやこれあどういうことやそれはどういうことやって聞いとんじゃんこれ聞いていただきます何や聞いていただきますねって誰にも言うとんないおのれ自分が言ったことばかってそんな偉そうに言うとんのこれ偉そうに自分で聞いていただきますそしたらだったら聞いてくださいお願いします言ってみようまずな聞いてくださいお願いします何丸とんでしょあれ今さに言われとったことわからんのかこれあお前らどうはどうは差別するんやったらな別に構わへんさ僕は差別するじゃあお前どうはどうはって言うとんちゃうんかこれそれでああちょっと言い訳ちよりあ言い訳なんか聞かへんわええよだから言い訳そうんちゃうから言われないやん自分でまあ時間も僕知られなくていろいろまあ人生のことでありましたもんで申し訳ないけどまあこれからいろんなことでやっぱりね将来、まあ、いろいろ仕事の経験やいろいろ若い人の僕らも知り合いなところにおりますので、なんとか、そんなことはどういうのや、お前、すれ違った時にな、うちのおっさんに、どうはどうは一枚言うてやろそれは、あれ、あいそれはどういうことや、言うとね。いや、やっぱ、まあ、お前ら、お前ら、教育関係の人間やとか言うんやったらな、はい、どうはとか言ったら、お前、日本国憲法に反証しちゃうんだ、これ。あ、これだ、出るとこ出て話したろか、これ。言われたこともね。俺とろじゃお前言われてやな。うん、あ、毎日毎日お前しんどい思いして、はい、苦しい思いしてやっとんのちゃうんだこれ。悪どいつもりだ俺とろちゃうから。あ、お前そんな風にどうやどうやったら構わへんよ。俺もどうかの人間だな。お前がそんな風に打っとる喧嘩こうだろうわ。どう片付けんじゃんこれ。お前責任問題だこれ。喧嘩でしとる。おのろもんだったら人気差別その喧嘩打っとんのちゃうんだこれ。お前日本国憲法にも喧嘩売っとんねや俺があ俺やったら喧嘩こうだろうや俺がお前俺やったら日本全国の童話連れてきたろうもんでな己に一人で日本全国の童話相手にせんやこれほんねやったらなきっちり話つけたろに、ね、あどうやって話つけんだお前どう責任とんないこれちょっと多分座らしもてこう出たってあれやで座らしもて話しますえまあ僕もお前なはっきり言ったらどんだけ辛い思いしたと思うとんねや俺も童話や言われてなおどんだけ心抜きそうだか分かっとんのかこれ違う面で本当はありましたもんでねそんなこと関係あるか違うことで関係あってある違うまで違う面であったで、うん、どうやって言うてええんかちゅう理屈は通らんそれははい分かります会長の言われとおりそれで俺中入って話したあると思うてなここに連れてきたったけど、はい、もうちょっと上手に言わなな、はい、俺は収めるのは収めだろうと思っとるけども、はいせやけど言うたことはおじさんに言うたんだらやな、うん、言うたで何があったら言うたらええんかさ、はい、ほんでみんなやな俺も聞いて回ったったら、はい、各ところでやな童話のやつらとかやな教育のここでもやな童話のここちょっと変な教師おったら童話ちゃうんかちゅうて俺聞き取りはしたった、はい、なあほんでこれもみんな童話の中でやなこれ各フロアこれほとんどおるやろそうですねみんなな、はいはい、ほんでなんや童話ちゃうんかあるはどうわかとか言うてそれがあかんちこと言うとんねんせいでなおじさんと何かあったっておじさんに言うたらちょっと何かあったら何かあったら理由でそれで喧嘩せなあかんやろおじさんと童話とかなんとかほんなら朝鮮人とかあんなでも差別すんのかほんなら、うんそうですねはい、白人黒人フィリピン人タイ人、はい、どうかや、うん、俺長いて話したらと思ってもな言い訳したり訳のわからんこと言ったらみんなお前らどうねん聞いたことないんか人権がでもないんか聞こえへん困らないんか聞いたこと私の方ないんか本当にないんやなお前2階で3階で言うとったお前本当に聞いたことないな童話とかいう話聞いたことないな言うこと童話っていう言葉を発しとったの聞いたことないな
あるんかないんかどっちや。どうやっていう言葉をあそこが言うとんのを聞いたことあるかどうかって言う。議長どうや。あるか。こんだけあるって言うとったら童話のもんが寄ってきて話をしておじやんのことをな、そのおじやんもこんなに長いこと自治会しとんねんでな。俺先輩やと思って立てとる。うちはせやけどおじやんのそんな話聞いて、ほんでこれとこもおじやんのとこ身内ないわ。だいたいな、タグったらだいたい身内になんねえわ。で俺ともおじやんなんでと、俺ともおじやんに喧嘩売っとんねんやと、俺がこうたろかっちゅう話になっとんで、せやで家行ったらあかんねえ、ここで話したのかっちゅうてな、ここで話した方がいい。家やったらな、もっと人になっとんねんで、教育長もおる前で話すんねえでやな、もっと返事すんねやったらきっちり話せなあかん、はい、すみません、言い訳をしとってもあかん。今までのことはもう全部本当に。ほんでこれからどうすんのか、おじやんには逆らったらあかんし、こんなもの、はい、どうすんのか。ちゃうかちんたおい、そうですね、もう取られるわ。おっさん先謝れ、その証拠みんなに謝れ、はい、ちょっと行き過ぎた発言でね、ゆうせさん、まあ目の前行って謝らんか、これ何離れたとこで謝っとんじゃん、暴言、まあ、考えろや、暴言。お前な、だいぶ心の傷は落とんやでな、はい、おきっちりお前頭こすりつけて謝れよ、これちぎれるぐらいこすりつけとこ、暴言。申し訳ない。おさぬ、これで。いいよ。おいおい、おい、もうそのお前言葉お前二度と言うな。はい、絶対言うな。はい、な、俺このおっさんにもお前逆らうな。ぐずぐず言うな、もう。